はい、皆さんこんにちは。ワナリグルビジです。では今回は、スーパーファミコン SD ガンダムジェネレーショングリプス戦記、続きをプレイしていきたいと思います。ゼータガンダム編になります。前回までにですね、サイコガンダムを捕獲して、自分のユニットとして使ってプレイの方を進めていきました。まあ、サイコガンダムのね、すごく強力な攻撃にだいぶ助けられましたね。今回はその続きになります。では早速ストーリーの方を見ていきたいと思います。アポロ作戦に失敗したチタンズは再度2.25番地に毒ガス攻撃を目論む。この非人道的なチタンズのやり方を訴えるため、英語は連邦議会が置かれるダカールへ集結した。アポロ作戦は前回プレイした内容ですね。ティターンズの艦隊、ドコスギア・アレキサンドリアが月面都市グラナダにね、強襲上陸をかけると。ホンブラウンだったかな、ホンブラウンに強襲上陸をかけるというね、その撃退戦を前回行いました。今回はステージ4ダカールの日。ここはブレックス准将がティターンズに暗殺されて、クワトロ隊が自分がシャアであることを明かして、まあ、エウゴへのね、思念を呼びかけた演説を行われた、まあ、そのシナリオの部分になると思います。空と地上にて敵を挟み、殲滅せよ。機体としてはアッシマーがね、出てましたね。では、編成を行って、プレイの方、行っていきます。はい。では、今回は1隻しか自分の戦艦は出せないので、アーガーマーを出します。アーガマーの方にはゼータガンダムを2機、サイコガンダム100式、マークス、それとメタスという編成にしました。まあ、ゼータガンダム2機、これはウェブライダーになれば飛行形態へ、メタスも飛行形態になりますね。サイコガンダムも飛行形態になります。なので、空中戦でも十分に戦えるかなというふうに踏んでいます。まあ、一方100式とマーク2はね、陸で戦う以外に戦力にはならないので、敵の動向をね、確認しながらうまく配置をしていきましょう。敵はここですね。これはビッグドレイかな。とりあえず出撃だけさせておきましょう。とりあえず海を渡る。で、空中マップの方はアッシマーが多分ね、出ているんじゃないかなと思うんですけど、まだアッシマーは空に、いるな。ここにスードリーらしき機影が2機。アッシマーが2、マラサイが1、ハイザックが2ですね。スードリーであれば、サイコガンダムで撃沈しましょう。同じく、もう1隻のスードリーも、アッシマーが2、マラサイが1、ハイザックが2ですね。まあ、先にこのスードリーを撃沈した方がいいのかな。で、一方、味方の方ですが、味方の方は、同じくスードリー、まあ、アウドムラですかね、位置づけ的には。リクリアスが2、ネモが3ですね。まあ、ここアウドムラであることを考えれば、このリックディアスは、まあ、実際にはね、DJ、アムロの乗っていた DJ だというふうに考えたいですね。で、こっちのビッグドレイは、リックディアスが3ですね。では、これで戦っていきましょう。いずれにしてもリックディアス乗せている、このスードリーに関して言うと、スードリー自体、まあ、アウドムラ自体は上昇できたとしても、まあ、残念ながら空中戦を戦える戦力がないですね。なので、敵の動きをちょっと見極めましょうか。スードリーは多分爆撃してくると思うんで、こっちは空中に上がって、できれば、スードリーの腹の中にモビルスーツを入れた状態のまま撃沈して壊滅させたいですね。はい。では、敵のスードリー2隻ですね。これを迎え撃つために、ゼータガンダムはウェブライダー形態へと、メタスも巡航形態、モビルアーマー形態に変わって、アガーマーも上昇をかけました。スードリーも一応火力はあるので、前には出しておきたいと思います。ただ問題が一つあってですね、サイコガンダム、モビルアーマー形態になってるんですけども、これですね、ちょうど頭を押さえられていて、スードリーが邪魔で上昇できないっていうね、これちょっと痛いですね。
サイコガンダムの火力はクリティカルヒットをすればスードリブ一撃で撃沈できる火力持ってるんですけど、それが一ターンとはいえ使えないというのはね、非常に痛いですね。敵の方はアッシュマーを出撃させてきましたね。どうだろう、スードリーを先に撃沈してしまった方が楽な気はしますね。一度攻撃してみてどれくらい効くかというのを見てみましょうか。メタスのアームビームガン、これでどれくらい削れるかですね。メタスはなんか二丁拳銃のイメージありますけどね。なんか両手に小さいビームピストルみたいなものを持っていて、それをガンガン撃ってたっていうね、そういうイメージですね。これはスドリに3400か、結構削れますね。これだったらアッシュマー無視してスードリーを撃沈した方がいいかもしれないな。ではスードリーに攻撃を仕掛けていきましょう。まずアガマのハイパーメガ粒子砲、これでどれくらい削れるかですね。ちなみにサイコガンダムに関して言うとレベルマックスになったんですけども、クラスチェンジ先はなかったですね。なのでサイコガンダムはこれ以上レベリングしたとしても新しいクラスにはなれないっていうのはね、ちょっと頭に念頭に入れておきたいと思います。まあ、とはいえサイコガンダム使わないと苦戦するって、サイコガンダムはもうそういうものだと割り切って使っていこうかなと思ってます。本当だったらね、サイコガンダム以外のモビルスーツで、まあ、レベル上げていってですね、クラスチェンジ先を見つけていくっていうのがね、楽しそうかなとは思うんですけど、まあ、残念ながらそういう形でですね、まあ、クラスチェンジができないので、レベリングしてクラスチェンジするっていう楽しみはないんですけども、まあ、その一方でサイコガンダムを使わないという選択肢はちょっとありえないので、もうここは気にせず攻略優先で頑張っていきたいと思います。まずは敵のスードリー、まあ、スードリーになっちゃってますけど、これ本来だったらね、アウドムラとスードリーとかにね、してくれるとより雰囲気が出るかなと思うんですけど、まあ、スーパーファミコンのゲームなのでね、まあ、容量とかにも限界があったのかなと思います。まあ、あとは、まあ、メタスに限らずですけど、G ディフェンサーとかもね、ないですからね。お、スードリーはここから防御体制に変わってきたな。これ、スードリー撃沈できないと逃げられる可能性が高いですよね。1600か。ゼータガンダムで撃沈はちょっと難しそうかな。まあ、ただ確実にスードリーを交代させられるというのはあるので、まあ、アッシュマーを格納して逃亡したところで、ゼータかメタスかで追撃して撃沈しましょう。まあ、まず間違いなく残り1600ぐらいに減ってるスドリーはアッシュマを収容して交代すると思うんで、そこをね追撃していきたいと思います。お、メタスにバルカンで攻撃仕掛けてくるんだ。まあ、バルカンにはバルカンを、まあ、まだメタスも撃沈されるようなヒットポイントにはなってないので、このまま、うーわ4800くらいのか。クリティカルヒットとはいえ4800か。これメタスが落ちるな。うん、大丈夫だ。メタスが死ななければ大丈夫。できればモビルスーツは失いたくないですからね。アッシュマーのバルカン、クリティカルヒットとはいえ4000超えでしたね。アッシュマーはやっぱブランブルターク少佐がね、使って登場したのが印象的ですよね。ロベルトがね、撃墜されて戦死したのも、このアッシュマーとの戦いでしたからね。うん、降下したな。バカめ。降下した先には、サイコガンダムがいるというのに。んで、地上に展開していた敵のビッグトレイからもモビルスーツ隊が展開し始めましたね。では敵を一掃していきましょう。サイコガンダム使わない手はないな。上昇するとそれで一旦消耗してしまって、まあ、もったいないというか、なんというか、
ありますんでね、ここはもう普通に攻撃してこいつを仕留めましょう。かわされるかな。 100% 大丈夫だ。これでスードリーの中入っていたモビルスーツごと一掃できたっていう形ですね。ではもう一隻のスードリーも撃沈しちゃいましょう。で一方で敵が陸路でちらおちらやってきてますんで、これをね迎え撃つっていうこともやっていきましょう。ビクトレアちょっと後ろに下げます。ビクトレアやられちゃうともうそこで積んでたモビルスーツがパーになっちゃいますからね。ここはアッシマーとリックディアスでです。リックディアスが2100食らうか。結構食らうな。もうアッシマーの方が格上っていう感じなんですかね、この機体だと。まあ、ただゼータガンダムの中ではリックディアス最後まで、一番最初から一番最後まで戦いますからね。まあ、基本的にはもう母艦を沈める。まあ、これ第二次世界大戦でも同じだと思うんですけど、まあ、空母、まあ、ここでいう戦艦、スードリーでありアーガマーでありビクトレ、これをね先に沈めていけば、搭載していたモビルスーツはもう完全に沈黙させられるので、基本的な戦術としてはもう先に戦艦、これを沈めていく、母艦を沈めていくっていうので効率化を図っていきたいと思います。まあ、ただレベリングしたい場合とかにはね、もちろんそれに限らず周りのモビルスーツを倒してから母艦をね、倒すっていう方がより多くの経験値を手に入れることはできると思うんですけども、もう先ほどお話した通りサイコガンダムとかも最強クラスのモビルスーツはレベリングする必要がないというのも分かりましたので、もうここから先はですねどちらかというと効率重視で、攻略をね目指していければいいかなというふうに思ってます。これでスードリも息の出を止められそうですね。まあ、残念なのはアッシマーを捕獲する余裕がないことかな。アーガマーに残念ながら格納庫に余力がないんですよね。白旗を上げた敵のモビルスーツを捕獲するには格納庫に余裕を持っておく必要があるんですけども、今回格納庫に全く余裕がない状態で、出撃をしてきて、いますので、まあ、そういう意味では残念ですけど回収ができない。スードリーは？スードリーも回収できないで、では地上に降りてビクトレイを潰していきましょう。サイコガンダムを前面に出して戦っていく。そうか、もう変形を解いちゃってもいいな。そうだとね、サイコガンダム、間違えた。サイコガンダムをこのままでもう上昇することはないと思うので前面に出して潰していきましょう。ハイパーメガリ手法、これでどれくらい削れるかだな。敵中にただ孤立するサイコガンダムっていうね形ですけど、エネルギーの消耗が激しい以外はほぼ無敵だとは思います。クリティカルヒット2万超え、さすがよ、サイコガンダム。このサイコガンダムのあるなしでここまでね、変わってきますからね。これ回収できないんだよな。回収できないね。残念ですけど。そしたら、もう敵、一気に数減りましたので、全軍突撃していきましょう。これサイコガンダムもう一発、ビクトレイにクリティカルヒット与えれば終わりですね。しかも向こうから攻撃を仕掛けてきた。ハイメガ流将はレンジ外ですね。メガビーム砲で応戦しましょう。ダメージとしては1000。ビクトレイよりもヒットポイント高いですからね。いや、クリティカルヒットじゃなくても1万削ってくれんのか。これは助かるな。
では敵の攻撃、しっかり受け止めつつですね、残りのビクトレイを撃破していきたいと思います。ではビクトレイにとどめを刺しましょう。最高ガンダムで防御されると半分ぐらいかな。この後追っていくのが大変そうですけどね。7100、2400残ってますが、これはじゃあ次のターンに持ち越しですね。まあ、次のターンで確実に処分というかね、対応はできるかなと思います。ここはリクディアスでアシマーを1隻1機かな、潰しておきます。まあ、白旗上げてたアシマーを潰すというね、まあ、ちょっと高速ですけど、ちょっとでも経験値もらっておきたいと思います。アシマー相手だとレベル一気に上がるね。リックディアスも1から3まで上がりましたね。ビッグトレイ、敵のビッグトレイですね。敵のビッグトレイは今逃亡中。その上で修理を行っているようなので、これを追撃。あんまり修理をね、させないように、一気に間合いを詰めていきましょう。サイコガンダムがエネルギー切れを起こしていたので、一度戻したのが大きいですね。まあ、ただここサイコガンダム再び出れますからね。サイコガンダム出していきましょう。ビクトレイ一時3000まで削ってたんですけど、1万2000まで回復されてしまいましたが、まあ、ここは削り返していきましょう。うお、リックディアスがだいぶ削られてきたな。グリティカルヒット食らうとちょっと危ないかなっていうね、そういう感じにはなってきてますが、ここは残り数多くないので、ヒットポイント多くないので、ビクトレイをね撃沈しましょう。ビクトレイ誰で撃沈しようかな。ここまで来るとヒットポイント稼ぎちょっとでもしたくなっちゃいますよね。敵はね、修理中に絶対モビルスーツ出してこないんですよね。これモビルスーツ出して防衛に当たった方が絶対にいいと思うんですけど、この辺りはまだちょっと CPU もおバカさんな時代だったのかなっていう感じがしますけどね。ではとどめはゼータガンダムで刺してもらうとして、それまでの削りを行っていきましょう。まあ、ゼータガンダムこの次何かあるのかというと多分ないと思うんですけど、クラスチェンジの先がもしあればやっぱりレベリングしておくに越したことはないので、このビクトレイとどめを刺すのはゼータでとどめを刺していきたいと思います。でゼータでとどめを刺すにしても、ビクトレイ多分防御に入ってくると思うんで、1000ぐらいまで削っておきたいですよね。残りで、うわっ、マーク2で落としてしまった。これで終わりですね。はい、というわけで、今回はクワトロ、まあ、シャアが演説を行ったダカールの日をプレイしました。いかがでしたでしょうか。おそらくですね、この SD ガンダムジェネレーションシリーズはステージ5で終わりだと思うので、次が最後のステージになるかなというふうに思っています。ではまた次回、続きをご覧いただければ嬉しいなというふうに思います。